君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ学校であった怖い話続きをやっていきましょう。さあ誰にしましょうかと、あれさんしかいませんと。6話目ってことはこのまま7話目に続く話になりますね。皆さんはじめまして、僕は2年 B 組の新井翔司と言います。ついに最後の話になってしまいましたね。なのに一向に7人目は現れない。そうなると僕が最後の話をすることになりますね。モーソル君でしたよね。どうです、怖い話が7つ聞けないと困りますか。1困る、2記事はなんとかごまかす。ごまかします。そうですか、それを聞いて安心しました。いや実はこの学校に関する怖い話を7つ聞いてしまうと悪いことが起きるという噂があるんですよ。ですから僕はこのまま6人が話し終わることで無事に終わってくれる方がいいと思ったんです。本当に良かった、このまま無事に終わりそうで。それでは僕の話を始めましょう。これは7人集まっていたら話すのをやめようと思っていた話なんです。ですからもっと前に僕の話す番が回ってきていたら決して話さなかったでしょうね。それほど危ない話なんですから、そいつがどこで見張っているかわからないですからね。そいつって誰かって、人形ですよ。おかしいですか、モソル君、僕の頭が変になったと思いますか。まあそれでも構いません。その人形をバカにすればあなたが呪われるだけですから。でももういいでしょう。もう7人集まりそうもありませんし、話しても大丈夫のようです。それでは話しましょう。この学校に住んでいる人形の話を。皆さん人形はお好きですか。人形にもいろいろあります。日本人形やフランス人形など、その国の特徴を表したもの。藁人形や黒魔術に使われるような呪術人形、誰もが親しめるぬいぐるみだって人形です。腹話術の人形や操り人形など、特殊な技術を要する人形。一言で人形といってもその用途も容姿も様々です。でもね、共通していることが一つだけあるんですよ。どの人形にも共通している点が一つだけ。それは魂を持っているということです。持っているというよりも、魂が入るという言い方の方がいいでしょうか。人形はね、書いて字のごとく人の形を成しているものでしょう。それを作った人や持ち主の思いを感じ取って、人形は魂を持ち始めるんです。モーソル君、人形にどんなイメージを持っていますか ?1、可愛い。2、怖い。3、温かい。4、懐かしい。3、温かいはちょっと怖いですね。人形か。まあ、懐かしいかな。まあ、可愛いっていうのは当たり前なんですけど。もう今ね、人形とか買ったりしませんもんね。日本、懐かしい。懐かしい思いがしますか。モーソル君は小さい頃に人形に慣れ親しんだ思い出があるようですね。よく子供は気に入った人形やぬいぐるみをボロボロになるまで離さないことがあります。汚れが染みついて継ぎはぎだらけの人形やぬいぐるみを抱いている子供をよく見ませんか。見かねた両親は新しいものを買ってやるから古いのを捨てましょうと言っても絶対子供は聞きません。そして子供はある日ふと気づきます。あんなに話したがらなかった人形やぬいぐるみを自分は今抱いていないことに。小さい子供はよくいろんなものに話しかけていますが、本当にそのものと会話をしているのかもしれません。大人になると忘れてしまっているけれど、自分たちも幼い頃はそうやってきっといろんなものと会話をしていたんですよ。大人になると人形と話ができなくなるんでしょうか。ですから人形の方もいつの間にかその子供の周りから姿を消しているんだとしたら、いえあれは捨てたんですという人もいると思います。本当にそうでしょうか。物には魂があるんです。人形は人型をしていますよね。だから余計他のものより感情が人間に近いと思うんですよ。特に子供の時は人形やぬいぐるみは一緒にいる時間が長いですからね。きっとモーソル君もそれで人形と聞くと懐かしい思いが溢れ出てくるんじゃないですか。この学校にいる人形の話に戻りましょう。自分自身が感情を持っている人形や悪霊が乗り移ってしまった人形などいろいろいるとは思います。大きな声では言えませんが、多分この学校にいる人形というのは自分自身が邪悪であって悪霊が乗り移ったものではないと思います。それでね、その人形がいつからこの学校にいるのかわからないんですよ。でもいることは間違いないんです。
そしていつの間にか現れるんです。モーソル君、私が何を話そうとしているのかわかりませんか？その人形って一体何なのか不思議に思いますか？そうですね、思って当然だと思います。モーソル君も最初はこの話に戸惑うかもしれません。でも大丈夫です。僕の話が終わる時にはあなたもこの学校に住む人形の話を信じていると思いますから。この人形に関する話はいくつもあります。それほど有名な話ということですよ。どんな人形かって？そうですね、強いて言えばとても人間に近い、人間に似ていると言いましょうか。大きさも等身大です。心持ち人間より小さい程度ですか？めちゃめちゃでかいですね。そしたらそうですね、大きな子供くらいと思っていただければいいでしょう。肌は真っ白で髪は黒く、大きな瞳が特徴的な人形なんですよ。美しい人形なんですが、見方を変えれば人間に似すぎていて気味悪いとも言えるでしょうね。全ての関節は動くように作られていて、実に精巧にできているそうですよ。ただ口だけは開きません。より人間に似せるために作られているからでしょうね。どうしても口が開くと腹話術の人形のようになってしまいますから。顔立ちは、そうですね、女性のように見えます。でも人によっては美しい少年のようにも見えるそうですし、男性とも女性とも取れぬ中性的な美しさというのが一番合っている表現でしょうか。その人形は誰が作ったかももちろんわかりません。それに僕もよくわからないんですよ。実際に僕が見たわけじゃありませんし、いろいろな人から聞いた話をつなぎ合わせただけですから。だから多少話の食い違うところもあるんですよ。人によっては恐ろしいほど目が大きかったとか、耳が尖っていたとか、口が大きく開いていたとも言われています。どうしてそんなに情報が食い違うのかって？だって仕方ないんです。その人形を見た人は今は誰も残っていないんですから。なぜなら死んでしまうんですよ。その人形を見た人は一人残らずね。でも人形はいるんです、間違いなく。なんちゃら、ごめん飛ばしちゃった。どうしてだかわかります？モーソル君はまだ1年生ですからね、知らないかもしれません。でも僕たち2年生以上は知っていますよ。そしていつも恐怖に怯えているんです。いつ自分の順番が来るかとね。この学校はね、毎年一人人形に生贄を捧げているんですよ。捧げるというよりも生贄になってしまうという方が正しいですね。実際一人かどうかもわかりません。最低一人というだけで、本当は何人もの生徒たちが犠牲になっているかもしれませんから。モーソル君も今こうして怖い話を聞いてきたでしょう。そしてこれからもその類の話を聞くと思います。でもね、その話に登場した人たちの少なくとも何人かはその人形に殺されたという話もあるんですよ。どんな形で死ぬにしろ、その陰には一体の人形が付きまとっているんですよ。生贄に選ばれた人々は必ず人形の姿に怯えるそうですよ。そうそう、人形の生贄になって死ぬのはちょうど今頃の季節なんですよ。今年はまだ誰も生贄になった話は聞いていませんから、多分もうそろそろ今年の犠牲者が出るかもしれませんね。それで僕が話すのは去年人形の生贄になってしまった犠牲者の話です。去年の犠牲者は僕のクラスから出たんですよ。僕のクラスメートの金井翔一君という生徒でした。彼はいつも何かに怯えているような目でおどおどしていました。ああいう性格だったんでしょう。後ろから声をかけると必ずびっくりしていました。それにどこかで物音がするとその原因がわかるまで不安そうにキョロキョロしてましたよ。最初は一緒にいる僕たちまで何があったのかと驚きましたが、それが彼の性格であり癖であることがわかるともう慣れっこになってしまいましたよ。だから逆にわからなかったんです、彼が人形に怯えていたことがね。僕が記憶するに彼が最初に人形のことを話し始めたのは焼却炉の脇を通った時のことだったと思います。 4,5 人で放課後に何気なくあの辺を歩いていたんです。焼却炉の前を通った時でした。急に金井君の足が止まったんです。そしていつもの何かに怯えるような目で焼却炉の方をじっと見つめてるんですよ。それに最初に気づいたのは僕でした。その頃にはもう彼の癖に慣れていましたから大して気にも留めていませんでしたけれど。どうしたの？
また何かいたのかい？僕はできるだけ脅かさないように声をかけました。すると彼は声を震わせて言ったんです。人形がいる。焼却炉の中で人形が僕のことを呼んでいるんだ。そんなことを口走ると、ふらふらと焼却炉の方に歩いていったんですよ。僕はびっくりしました。だって焼却炉はちょうどゴミを燃やしているところで、真っ赤な炎がゴーゴー、ゴーゴーと燃え上がっていたんですから。どうしたんだよ、金井くん。危ないじゃないか。仲間も一緒になって止めました。でも呼んでるんだ。僕は呼ばれたからそばに行ってやらないと。もし僕たちがいなかったら、彼は間違いなく焼却炉の中に身を投げていたと思います。僕たちが止めたことが功を成したのか、功を制したのか、しばらくすると彼はふっと立ち直り、何事もなかったかのようにスタスタと歩き始めました。それからの彼はことあるごとに人形の姿を見るようになりました。どうですか、モーソル君。君は金井君の見たものを幻だと思いますか？それとも人形は本当に存在したと思いますか？1. 幻だと思う。 2. 人形は実在したと思う。 3. まだ何とも言えない。実在っていうのはね、ちょっとあれかもしんないな。まあでも幻ではない気がする。まあ本当にあったんじゃないかっていう意味も込めて2番にします。人形は実在したと思う。まあ幽霊っていう意味でもね。そうですか。それはいい判断だと思いますよ。今こうしているうちにも、その人形が忍び寄っていないとは言えませんからね。いや、もしかしたら僕たちのうちの誰かはもうその人形を見てしまっているかもしれません。知れない。余談ですが、人間は幻覚を見ることが実際によくあるそうですよ。例えば幽霊の類ですが、そのほとんどは幻覚だと言いますね。もちろん本物の霊も存在しますけれど、ほとんどの場合は幻覚だそうですよ。疲れている時とか精神が不安定な時はそういうものを見てしまうそうです。その時人形を見てしまうケースは特に多いんですってね。実は僕も見たことがありまして。いえ、例の人形じゃありませんよ。だって僕がこの高校に入る前の出来事ですから。誰もいないはずの部屋に日本人形が転がっているんですよ。髪の長いチジ人形、なんて読むんだろう。瞬きした次の瞬間にはいなくなっていましたけど、まあそれはどうでもいいことですね。それで金井くんの話です。金井くんが2度目にその人形を見たのは2日後のことでした。体育の授業でソフトボールをやっていた時、突然金井くんが暴れ出したんですよ。バットを振り回しながらグラウンドを走り回ったんです。寄るな、寄るんじゃない。その場にいた全員の動きが止まりましたよ。だって見ていた僕たちの方が危なかったんですからね。存在しない何かを見るような目でバットを振り回すんです。その時何人かが噂しているのを聞きました。それで僕もこの学校にまつわる人形の話を知ったんですけどね。体育の先生は一瞬止めるのをためらっていました。その時の先生の哀れむような表情を今も覚えています。でも不思議に思いませんか。うちの学校にはそういった呪われた人形がいるのに、どうしてみんなやめないんでしょうか。知らずに入ってくる生徒は仕方ないとしても、先生やその現実を見てしまった生徒たちはどうしてやめないんでしょうかね。不思議に思いませんか。1. 不思議に思う。 2. 別に思わない。どうしてやめないんでしょうかね。不思議に思いませんか。まあ確かに不思議に思う。 1. そうですよね。僕も不思議に思いました。それで人形の話を知っている人たちにいろいろと聞いてみたんです。そしたら一つの事実が分かったんですよ。まず先生には被害が及ばないそうです。ですから関係ありません。そしてその生徒というのは学校に入る前から選ばれているそうなんですよ。あくまで噂ですよ。でもね、校長先生は知ってるんですって。この学校の入学試験の合格者の中にどういうわけか最低一人は不合格者が混じっているそうですよ。そしてそれは人形が選んだ生贄なんだそうですよ。だから毎年数人はこの学校に本来受かるべきでなかった生徒が紛れ込んでくるんです。それを校長先生は分かってるんですよ。分かっていて入れるんです、その生贄になるべき生徒をね。恐ろしい話だと思いませんか。でもね、その人形は生贄をもらうことを条件にあらゆる大会でこの学校を優勝に導いたり、一流大学へ何人もの現役合格者を出したりするそうですよ。
あくまで噂でしかありませんけどね。ですからもしかしたら、この中の一人がそうかもしれないんです。モーソル君、それはあなたかもしれませんよ。これで僕の話は終わりです。どうやら7人目も来ませんし、無事この集まりは終了したようですね。1、それでは帰りましょう。2、ちょっと待ってください。もう少しカナイさんの話を詳しく話してください。いや、ここじゃ終われないですよね。すごいなんかは、なんか、自分が生贄だって言われた後にこう終わるみたいな、にします。ちょっと待ってください。どうしたんですか？モーソル君はこの人形の話に興味を持たれたんですか？それとも、カナイ君に興味があるとか？まあいいでしょう。早めに話を切り上げようと思ったんですがね。そんなに聞きたいのならば、話を続けましょうか。カナイ君の悲劇の話を。カナイ君が今年の犠牲者であるということは、あのグラウンドでの出来事以来、もっぱらの噂になりました。そしてそれ以来、彼に同情の目を送る人々が増えたのも事実です。それからはカナイ君の気功が目立ち始めました。テスト中にいきなり答案用紙を破り始めたかと思うと、頭を抱えて叫んだり、僕に構わないで。僕は行きたくないんだ。だから僕を誘わないでくれよ。そして、そのまま机に突っ伏して気を失ってしまったり。そんな様子を見ても、先生は何も見なかったように平静を装っていました。カナイの調子が悪いようだな。誰か保健室に連れてってやれ。その一言で片付けてしまうんですよ。間違いなくそれが人形の仕業であることは分かっているのに。ひどいもんですね。教師なんていうものは、きっと校長に口止めされているか何かもらっているんでしょう。カナイ君が痩せ細っていくのは誰が見てもわかりました。もともとそんなに体格がいい方ではありませんでしたが、焼却炉で人形を見てから一週間と経たないうちに、まるで骸骨のように痩せ細ってしまいました。そしてカナイ君の周りには日増しに人が近寄らなくなっていったんです。でもそれは仕方ないことでしょう。近くにいるだけで首を絞めようとしたり、暴れ出したりするんですから、首絞められるのめっちゃ怖いですね、いきなり。カナイ君が人形の生贄になるより先に、そばにいた人の方が先に殺されそうな状態でしたからね。それほどカナイ君の様子は危なかったんです。先生も学校を休むように言いました。それは心配しているというよりも、関わりたくないから言っているように思いました。けれどカナイ君は休もうとしませんでした。学校に来ることが義務付けられているかのように、何があろうと学校に来たんです。授業を受けているだけで辛そうでした。椅子に座っているだけなのに、げんなりしてため息ばかり漏らすんですよ。先生はもう何も言いませんでした。一週間も過ぎた頃でしょうか。すべての授業が終わり、僕が帰ろうとすると、僕の席の隣にカナイ君が立っているんですよ。何か言いたそうに、そして辛そうに。正直言って怖くなかったと言えば嘘になります。僕は努めて普通に振る舞おうとしたんですが、態度には現れるものですね。自然と目を合わさないようにしていたようです。僕のこと怖いだろう。誰も僕の話を聞いてくれないんだ。頼むよ。相談に乗ってくれないか。きっと幽霊の声ってああいう声をしてるんだと思います。聞き取れるか聞き取れないかわからないほどのか細い声なのに、妙に頭に響いてくる声。そして頼まれたら思わず断れないような影に満ちた迫力。僕は誘われるままにうなずいてしまいました。みんなのカナイ君を見る同情の視線は僕にも広がっていました。帰りながら話そうか。僕はできれば教室で話がしたかったんです。その方がまだ人がいますから。何かあった時に助けてくれると思ったんですよ。でも僕は彼の言う通りにしました。なぜか、うなずかざるを得ない雰囲気だったんです。モーソル君、こんな僕のことを情けない男だと思いますか？ 1、情けないと思う。2、そんなことないと思う。そんなこと、前回そんなことないと思うを選んだんですよね。なんで違う方にしています。情けないと思う。モーソル君って結構きついんですね。そんなこと言わなくてもいいじゃないですか。ええ、僕は情けない人間です。それは認めましょう。でも僕の立場になったら、きっとモーソル君も彼の言うことを聞くことになったと思いますよ。僕はカナイ君に見張られながら、急いでカバンに荷物をしまいました。廊下は静まり返っていました。いつもその時間には下校しようとする生徒でごった返しているのに、なぜかその時は人影もなく、静まり返っていたんです。
僕はカナイ君と肩を並べて歩き始めました。誰もいない廊下を。僕今日死ぬんだ。いきなりのことでした。何を思ったのか、カナイ君がそんなことをつぶやいたんです。僕は何て答えていいか分かりませんでした。何も答えないでいると、カナイ君は一人で話し始めました。僕ね、この 2,3 日ずっと人形の姿が見えるんだ。今はもう僕も知っているよ。この学校では毎年一人人形のために生贄を差し出さなきゃならないんだろ。そして僕のことを見たんです。僕の体は震えていました。僕はカナイ君を直視できませんでした。なぜか罪悪感を感じていたんです。カナイ君は僕を責めているように思えてならなかったんです。人形の話を知っていながら教えなかったことを恨んでいるように思えてならなかったんです。僕に責任はありません。僕が悪いわけでもありません。それに人形の話を知ったのも彼が生贄だと分かった後のことですから。それなのに足がすくんでしまい、歩いていてもまるで自分の足ではないみたいでした。僕は息苦しくて死にそうでした。僕は黙って口をつぐみ、ただ足を事務的に前に出すことが精一杯でした。人形が僕を呼ぶんだ。人形はどうして僕を呼ぶのかわからない。どうして僕が選ばれたのかも。でも呼ばれているのは事実なんだ。そしてもうすぐ死ぬんだ。人形は離れてくれない。ほら、今も君の隣にいる。君は今人形と僕に挟まれて歩いてるんだよ。そう言うと、カナイ君は目をそらす僕の目の前に、ニュッと顔を突き出したんです。その顔は笑っていました。ドクロが笑うとああいう顔になるんでしょうか。とても悲しそうな笑いでした。僕はカナイ君と目線を合わせてしまったんです。ほら、今人形は君の肩に手を置いた。どうした？新井君には見えないの？君人形に気に入られたみたいだよ。逃げ出したいのに、足は言うことを聞いてくれません。まるで催眠術にかかってしまったように、ただ足が前に出るだけなんです。恐怖は頂点に達しました。もし口を開けば、僕の心臓は口から飛び出したことでしょう。カナイさんは、ヒヒヒと笑いました。笑うと彼の吐く息が僕の顔にふわっとかかるんです。その息の冷たかったことと言ったら、人形は僕のそばから離れない。家にまでついてくるんだよ。寝ているときはずっと僕の枕元に佇んでいるんだ。じっと僕を見ている。あれは現実なのか、それとも夢なのか。もう僕はたまらないよ。風呂に入れば湯船の中に顔半分出した人形がいるしね。一瞬たりとも僕のそばから離れてくれないんだよ。もう死んだ方がいいと思ったとき、人形がニーッと笑ったんだよ。そして頭の中に声が響いたのさ。明日死ぬから、それが昨日のことだった。だからね、今日僕は死んでしまうんだ。そこで相談なんだけれど。彼はまた笑いました。僕はもう目をそらすことができませんでした。実は、この生贄も来年で終わるんだ。来年生贄になるやつが最後なんだよ。人形がそう言ってるからね。そうだよね。そう言うと、ふっと僕から顔を離し、僕の左肩に目をやったんです。僕はその方向からわざと目を背けました。何もいないはずの左肩がずっしりと重かったような気がしました。そこに人形が顔でも乗せていたのでしょうか。そしてカナイ君は再び僕に顔を近づけました。そうだって。それで君に確認してほしいんだよ。間違いなくそいつがこの学校にいるかどうかを。いれば問題ない。もうこの学校も数々の呪いから解き放たれるんだ。この学校に起こった不思議な事件もなくなると思うよ。そいつの名前は。新井さんがその続きを話そうとしたとき、部室のドアが急にガラッと開いた。こんな時間に何をしてるんだい？ダメだよ。下校時間はとっくに過ぎてるんだから。これで何か面倒が起きたら私がいろいろ言われるんだからね。部室のドアを開けていったのは用務員さんだった。すいません。新聞部の取材にちょっと時間がかかっちゃいまして、もうじき終わりますので、お願いですからもう少しいいでしょうか。僕は用務員さんに頭を下げた。仕方ないね。でも終わったら宿直室に連絡に来てちょうだいね。そうそう、新井くんのお母さんから電話があってね。いやね、もう学校に残っている生徒はいませんよって言ったんだよ。そしたら、いや、まだいるはずだから伝えてくれって。探したよ。ここにいるんだからね。
お母さんが急用だから早く帰ってこいって言ってたよ。そう言って用務員さんはちょっとブツブツ言いながら去っていった。新井さんはかなり焦っているようで、自分の荷物をまとめ始める。新井さん、話が途中です。生贄になる人の名前を教えてください。僕は彼に食いつくように聞いた。新井さんはそんな僕の言葉が耳に入っていないのか、急いで部室から出ようとする。僕は彼の手を掴むと、お願いです、その人の名前は、と問い詰めた。みんなくれぐれも気をつけて、僕が話せるのはここまでだから。新井さんは僕の手をするりと抜けると、廊下を逃げるように去っていってしまった。そしてふと気づいた。さっき彼の手を掴んだ僕の右手に何かがついてる。僕は思わず手を振り払った。髪の毛が一つ髪ごそっとついていたのだ。え、人間の髪の毛にしてはちょっと硬すぎる。そして思った。ひょっとしたらこれは人形の。この学校には何かがある。きっと人形がこの学校に取り付く原因だってあったはずだ。人形といい校長といい、一体どういう関係があるというんだ。要するに、あの人形がこの学校に起こる霊現象の元凶だということだろうが、人形に支配された学校なんていい気持ちはしない。しかしこんな中途半端な気持ちでどうしろというのだろう、僕たちのこの気持ちを。あ、ここで終わるんですね。あ、すごい続き気になりますね。はい、というわけで無事終わりました。うわ、すごい面白い話ですね、この時点ですでに。なんで続きをちょっと楽しみにしていただけたらと思います。で、一応、このスーファミ版がですね、4年前にやっていた学校であった怖い話 S、プレイステーション版ですね。と、一応同じ話なんですけど、選択肢など変えてやってるんで、よかったら、S の方もね、見ていただけたらと思います。またちょっと違った話になってたりする場合もあるんで。はい。というわけで、また次回お会いしましょう。プライムが喋ってました。バイバイ。